マッチングアプリにはもうコリコリ。どうも、北沢です。今回は視聴者参加型3連単予想対決の途中経過ということでやっていきます。競馬ナビゲーター。まあ、もうね、日曜日、おとといですけど、エリザベス女王杯、皆さん結果はいかがだったでしょうか。非常に、ね、まあ、いいレースでしたし、まあ、それぞれ見どころはあったかと思うんですけど、果たしてこの対決の予想の結果の方はどうなったのかっていう感じですね。で、まあ概要はもう知ってる人しか見てないと思うんで、もし今から参加したいという方はぜひこちらの方一時停止で止めて見てみてください。まあ、詳細もねこんな感じなので後でじっくり見てもらえたらなと思います。でこの辺りも参加の概要まずはというところでですね、ぜひ興味ある方は今からでも逆転できますので、ぜひご覧になってください。ということで本題の前に簡単にエリジョの振り返りしておこうと思います。でまずはやっぱり勝負に出たノームコア横山典ということで、まあまさかのね、ある意味ちょっとびっくりした感はありますね、あの逃げの手が。で、まあこれをラップタイム持ってきたんですけど、おそらくやっぱり僕も含めて多くの競馬ファンがスローになるんじゃないかなという読みしてだと思います。その中で、まあ、当然騎手たちも遅くなるんじゃないかなという考えを持ってる人も多かったと思います。まあその意味でもしかしたらいつも通りの差して後ろから行ったら届かないとか、あの枠で包まれて最後壁、前が壁になったり追えないのは嫌だなというとこもあったのかもしれないです。またはね、そういうところももちろんあるし、勝負に出て逃げの手に出たっていう横山典弘騎手の判断もあったと思います。で、まあ正直ね、僕も逃げられた瞬間、あ、やられたな、これはもう粘られたなと思ったんですね。ただ実はね、結構蓋を開けてみたらラップが速かったというところで、スタート2波論目11秒1というところでね、一気に速くなりましたね。そこから前半 600m34 秒9というね、2200のレースにしてはもう考えられないぐらいの速さで行って、1000m、その後まあ多少落ちていたものの、やっぱり攻めた59秒3で、このコースでこのラップは結構きつかったと思います。で全体通して、ほとんどね、緩みのない平均ラップで、一貫型の、流れで行って、というところ、でラスト3波乱も11秒台になってと、やっぱりね、結構締まったレースだったと思います。でそこでですね、逃げのとこまで良かったんですけど、ちょっとやっぱり1コーナーのところを走り見せても馬が行きたがってたかなと思います。そのところで、ペースを十分落とせなかったという誤算はあったのかなと思います。で休み明けっていうのもあったし、その分が、もう影響もしただろうし、作戦自体はもう勝つためには良かったと思うんですが、まあ、想定外にちょっと早くなってしまったっていうのはあるのかなと思います。でまあ、2点目としてはやっぱりラッキーライラックの強さですね。まあ、外枠がどうこうとか、壁ができずに折り合いがどうなんだとか、いろいろ言われてたと思います。まあ、だけど蓋を開けてみれば、あの強さ、一気に4コーナー手前から早めにまくっていって、もうね、横綱相撲って感じでしたね。で、まあ、前半が割とさっき言った通り早くなったので、そこで無理についていかず中段あたりで我慢して、最後早めに仕掛けるというのも良かったと思います。ということは、まあ、焦らずに、乗った安城の、まあ、好騎乗、好判断もあったと思うし、そのあたりで人馬ともにがっちり噛み合ったのかなと思います。まあ、そのあたりで今回エリザベス女王杯、まあ、いろんなところで見どころはあったと思うし、まあ、2、3着の馬もね、まあ、いいレースをしてくれたと思います。まあ、ラブズオンリーユーがね、ウィン5の動画で言ってたので、あわよくは勝ってほしかったんですけど、ちょっとスタート直後接触もあったりとか、いまいちスタートの出がねっていうのもあって、まあまあ惜しかったところはありますけども、でも今回はラッキーが強かったかなと思います。ということで対決の途中結果ですね、第2週を終えてっていうところですが、今週も的中者がゼロでしたということですね。まあ、1週目に続いてまさかのというところなんですが、まあ仕方ないですね、3連単なんでね。というところで今週も惜しい人を紹介します。まずゴッドルーニーさん、
結果18、13、11でしたので惜しかったですね。3着に11が入っていればというところでした。でサバ28、しめさん、18、11、13と2、3着が逆だったら当たってましたね。で小白さん4、6、11、18のボックス4等ボックスシンプルに勝負してくれましたが13が入っていればという感じでね、結構4等厳選の中では素晴らしい予想だったと思います。で佐藤氏高橋さんということで、まあ、18、13が1、2着ね入ってるんでフォーメーション、あの3着11が入っていればというところですね。以上4名の方惜しかったなと思います。ということでですね、来週いよいよもう折り返し過ぎましたので残るはもうねマイルチャンピオンシップとジャパンカップだけですよ。このまま的中者ゼロでは寂しすぎますので来週こそ誰か当ててくれということですね。期待しますよ。この窮地を救うのは今見ているあなたです。ぜひ今までこういう企画参加したことがないという方もぜひこれは何かのタイミング縁ですね、思い切ってやってみましょう。もうほんとコメントするだけなんで何もリスクがない、ぜひそのあたり、ね、一つの新しい挑戦だと思って参加してみてください。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッド評価チャンネル登録お願いします。ではまた。